写真集についていろいろとねお知らせがありまして配信しております。ちょっとねもしかしたら気づかれた方もいるかもしれないんですけど、この配信のここですね、ここちょっと見てもらえたらわかると思うんですけど、新しい項目みたいなのができてると思うんですよ、このカートの。はい、なんと今まではアマゾンとかセブンネットでしかとかね、まあ、いろいろとネットの通販でしか買えなかったんですけど、ショールームでね写真集が購入できるようになっております。見てもらえたら分かると思うんですけど、でこれは2冊セットで購入ができるんですけど、その2冊セットをご購入いただくと特典1枚付き&抽選権利をゲットでというねおまけがついてます。でそのおまけがですね、これ言ってもいいんですかね、私の同期の中村舞ちゃんと、そしてシナのソロハちゃんが書いてくれたオリジナルコメント帯が、ついてきます。そしてもう一つは、サイン入り生なんて読むんだろうこれ、生食構成ちょっとなんて読むか分かんないんですけど、サイン入りのなんか生食構成、生食構成ってなんだろう、ちょっとなんかよく分からないものが、10名の方に抽選で生食、食べるやつじゃないですね、そんな牡蠣みたいなのではないんですけど、あ、色構成、サイン入り生色構成、私はちょっと色構成が何かも分かってないんですけど、サイン入り生色構成が抽選の10名の方に当たります。その牡蠣みたいになっちゃいましたねっていうね、すごい。あ、で、まいちゃんとソロハの、帯は10名の方に、それぞれ10名、ソロハバージョンで10名、マイキューバージョンで10名の方に当たるっていうね、抽選付きの写真集が今回のこのショールーム配信からご購入できるようになっております。そうなんですよ。写真集を出て、このねこの秋元先生が帯を書いてくださったんですけど、この帯を見た時に中村舞ちゃんがこれは私の方がうまく書けるってなんか言ってくれたんですよ。でそれを冗談で編集の方にお伝えしたところ、なんか思ったより受けてやろうってなって今回ね同期バージョンの帯ができることになりました。いや、その完成品も今ここにあるんですけど、ちょっとこれは後々見せたいなと思います。で、私もそんなまだちゃんと見たわけじゃなくて、そうなんですよ、これなんかすごい飛行機がいっぱい飛んでるんだけど、これはご購入いただいたってことなのかな。ありがとうございます。これ誰が購入したとか分からない感じなのかな。ありがとうございます。ちょっとねえ、なんかフライトしていったんですけど、ありがとうございます。あ、飛行機が購入して、購入ログを見たら分かる、購入ログ、あ、本当ですね、山ちゃんさん、山勝さん、こうちゃんさん、フェノムさん、ナルソンさん、ササックさん、ケイさん、ご購入ありがとうございます。なるほど、購入ログ、これコメントとは別で見たらいいのか。なるほどね。
ありがとうございます。ということで、まあ、ヨタ話はこのぐらいにして、本日のゲストである同期の2人を呼びたいと思います。まいさん、そらはさん、おいでー。急に準備してなかったね。どうもそらはさんです。どうも、はい、品のそらはです。こんにちは、中村まいです。お座りください。失礼いたします。はい、ということで今回はね、はい、同期の2人にも来ていただいたんですけど、うん、まあ、あのさっきも冒頭で話した通り、あの中村まいちゃんバージョンと品のそらはちゃんバージョンの帯コメントがついた写真集が各10名様、うん、計20名様にすごいね抽選で当たるということで、ちょっとね、うん、帯コメがもう用意されてるんですよ、うん、私もまだ見てないとか、今コンタクトしないから全然見えないんですよ。何してんの。なのでちょっとあの、うんうんうん、お二人から紹介していただけたらなって。はい、じゃあじゃあそらはからどうしようかな。じゃあ私はこんな感じで、え、見せていいですね。いいですね。はい、見えるのかなこれ。確かに見えるのかな。え、読みます。幼くて無邪気な笑顔のゆうかちゃんから、大人っぽい表情でコンプライアンスギリギリを攻めているゆうかちゃんまで見ることができて、とてもドキドキしましたSTU48 ドラフト3期生シナのそらはって感じです。すごい、これなんか書いてる現場に居合わせて、そうね、結構書き直してくれてたんですよそうなんですよ、直筆っていうか、ね、あ、そう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 、ちゃんと顔を描かせていただいてね。そうなんです、そうなんですよ。すごい綺麗な字ですね。いやいやいや、めっちゃ綺麗。もうめっちゃ感想文って感じだけど、作文、そう、めちゃめちゃでもありがちな言葉やけど、もうそらはらしいよ、うん、本当にめちゃくちゃいい。そう、しかもあんまゆうかちゃんって言う人おらへんから。確かにこれは多分ゆうかちゃん唯一の、そう、唯一の。ありがとうございます、いやいやいや、ありがとうございます。自信が、まいちゃん、じゃん、見えるかな。結構量が、うんうんうん、確かに量がすごい、じゃーん、こんな感じです、うん、美しい横顔、スラッとした首筋に華奢な体がどことなく儚さを感じさせ、あっという間に目を奪われてしまう妖艶なオーラを持ちつつも、たまに見せる無邪気な笑顔に心をさらわれ、私は遊泳を許してしまうだろう。おー、今初めて聞いた。結構私の帯コメバージョンです。ガチに来たね。かっけー、もっとネタで来るかと思った。でもなんかこれが、うんうんうん、結構なんかね、感想、そうそうそう、感想でいいですよ、うん、みたいな感じで。あ、もう読んでくれましたか。あ、もちろん、それは何度も何度も読まさせていただきましたよ帯コメ書くからね。すごいよね、あの、うん、まあね、この帯コメが20名の方に、うん、はい、すごい。そうなんですよ。で、たった20名なの。やばい、だから10個10名ずつだから、すごいよ、世界に10冊自分のファンの方以外、そのまいちゃんのファンの方とか、うんうん、そのファンの方もぜひ、もしよかったらゲットしていただけたら。そう、でもね、抽選だからね、当たるか分かんないし。そうなんだけど、抽選なん、抽選なんですよ。そうそう、難しい。そうなんですよ。ぜひ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 。すごいよね。で、商品の発送は、うんうん、抽選の上6月24日以降の発送になります。当選は発送を持って返させていただきます。じゃあ届くまでドキドキじゃん。そうなんです、分からんってこと。うん、いやいや、申し訳ない、本当全員に配りしたいんだけど、ね、でも帯以外にも、うんうん、その生色構成っていうなんかついてくるらしいんですよ。すごいよね、うん、ちょっと生色構成が何か分かってないんだけど、だからあれだね、計言ったら30名様、そうですね、に特別なものが、うん、感じよね。そうなんですよ。え、こう聞いたらなんかどうなんだろう、うんうん、確かにね、なんかみんなに届くのか、届かないかちょっとわかんないんですけど。確かにすごい、せっかくなんで、うん、よかった写真集をね、あ、見てもらって、イエーイ、初見の、本当は多分家とかで見てくれたと思うんですけど、うん、はい、すごい、ゆうかちゃんがめっちゃいるよ、だってここに全部並べたら、確かに本人も含めたらデデデデデって感じで、本当は、うん、なんかこれができた段階で、うん、そのもっと早くに呼んで、うん、見る配信をするっていう企画だったんだけど、うん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 、なんかそう
悪くない、そう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 、よくあるやつをやる予定だったんだけど、なんか時が流れすぎてできなくて、だから初見のつもりで完成したとして、ちょっと難しいですけど、じゃあ完成しました、写真集、はい、すごい、すごいね、そうです、開けていいですか、あ、ぜひぜひ、失礼します、どうぞ、おお、ね、そんなどうでもどうなんだろう、いやでもね、いいね、失礼します、すごいよね、おお、うん、照れますね、これなんか実際に見られながらっていうのが、確かに、お、どういう意味、なんか、やりたかったみたいな、自分の、うん、あはどれなんですか、やりたかったのは、まあ、やっぱこの制服からどんどん脱いでいくやつは、なんかその時に決まったっていうか、なんかその撮る予定なくて、制服は撮る予定、制服は撮る予定だったんですよ、で、その脱ぐのがなんか脱ぐ動作とかが好きみたいなのをカメラマンさんと話してて、女の子の日常動作が好きで、ポニーテールする仕草とか靴下脱ぐ仕草が好きって言ったら、じゃあ撮ろうって言って、この泊まってたホテル、これ泊まってたホテル、あ、そうそうそう、私が泊まってたホテルで、そう、え、そう、ここなんか見ちゃいけないって言ったよね、だからこれもそのランジェリーじゃなくて、あのキャミソール、アンダーシャツっていうか、え、これ沖ちゃんの自前、自前じゃない自前じゃないけど、ね、あの本当に見せるつもりはなかった、あ、そうなん、いいなっていうか、すごい、え、ちょっと私ここやだ、あ、ここちょっとや、どれがやだ、ここも何がやだ、なんか見てられない、恥ずかしくなっちゃうなんかキャーってなる、これ何ペ、ど、なんて説明すればいい、このなんかランジェリーになったカットの、うん、一番最初のページ、なんかキャミソール着てる、ね、あ、窓、あ、窓見てない、なんかどっか座ってはる、うんうんうん、ちょっとはーってなるホテルですね、あ、これダメってことか、これはダメなやつだ、バンされる、そう、これは、あ、そうなんか、見せたらバンされる、うん、見せんかったらバンはする、見せちゃおうかな、バンはいいですか、見せてもあら、くれもやね、何、ね、あ、生色構成、これ生色構成って呼ぶんですか、あの、みんな分からん生色構成はあれらしいです、ちょっと、きなり色だって、きなり色、きなり、きなり色、え、きな、きなり色構成っていうか、誰も合ってないじゃん、コメント欄もメンバーも、ちょ、生色構成じゃなかったです、きなり色構成ですって、で、写真集の完成前に確認用に出したサンプルのようなもの、ゆうかちゃんのサイン入り、直筆、あ、直筆書いた、すごいね、きなり色構成っていうが、あの、抽選でお届けします、なんかそれと、何笑ってんの、恥ずかしい、私ちょっと飛ばしちゃった飛ばさないでちょっと恥ずかしい、じっくり見てください、すごいいいね、まあ肋骨がいいですね、ありがとう影でね、光で ね、いい感じなの、この肋骨いいと思います、肋骨褒められることあんまないけどね、あんまりね、ないもんね、して優が見せる機会、確かに、ね、これはどういう感情で撮ったんですか、それ、あ、そのこれはこのなんか廃墟みたいなところで立ち尽くしてるやつ、ポテンって、これはなんか練習用ぐらい、あ、本当にカメラマンと出会ってもう10分とかだったの、うんうんうん、そうで、あの、鳴らすために、あ、撮ったやつが、これを撮っていただいたおもろい、棒立ちの起きちゃうね、棒立ち起きちゃう、なんか難しくない、なんかグラビアとかそうだけど、なんか難しい、生写真とかじゃないやつって、確かにね、難しい、自然な感じ、そう、自然な感じがね、え、すごい、私ね、この雪のカット好きなんだよね、いいよね、ね、いいよね、この水色のニットとかのやつ、うんうんうん、合う、いや、そう、冬生まれだから、雪で撮りたいなって、ゲレンデマジックってやつですね、うわ、素敵、マジで素敵よね、そう、
寒そう。寒かった？うん、2月だったから余計寒かったかも。確かに中旬ぐらいに、なんかこの撮影の日に歌番組、息を吸う心の歌番組の曲があってなんかソラハがその入ってくれてて、私のポジションに。そう、私は知らないけど、なんかソラハが号泣してたみたいな、なんかえ、なんかあ、そうだね、なんか息をする心、初披露なのに。あ、そう、なんか初披露の時だったからね。そう、申し訳なくて。そんなことないです、ね、頑張りましたっていう思い出があります。そうですね、ありました。この日なんや、多分。そうで、うん、その日だった、その日だった。へぇ、いや、和服似合うね、マジで。あー、そうそうそう、浴衣、浴衣、浴衣、ちょっとさ、無惨様の、えぽいよね。ぽいよね。で、城の中、城ってか、なんか、その鬼滅の刃っぽいところで撮った。階段いっぱいあってね。そう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 。いい。すごい。あ、え、いい。あ、照れ照れ。私ここで好きなの。ね、いいよね。うん、あ、その見開きの横顔。このね、なんか、なんて言ったらいいんかね。バブル、うん、バブリーな感じのうちにカラーのすごい背景のところ、これきなり、これソラソラのタイガムカラーや。そうだね、ソラのペンライトカラーから指針来たかと思って初めて見た。赤と緑で、本当だ、本当だ、すごい。ソラのじゃない、これ指針演じて帯に書こうとしたんよ。あ、だからなんか、うん、いや指針って良くないと思うけど消された。消された全然指針だよこれ、ソラハカラーで。全然知らんかったよね、今気づいたやろ。すごい緑と赤。そうなんよ、確かにペンライトカラー、私のペンライトカラー、これ、これがいい。これね、ポスターみたいな。うんうんうん、うん、そうね、バブルのね、右のね、バブル。あ、あ、このこれはよくなんか、うん、動画、なんか動画も回ってくる、うん、あ、そう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 、これ唯一水着露骨なんなん、露骨いいね、ありがとうなかなか褒められんけど、露骨が。いや絶対肋骨フェチおるよ。そうだ、え、絶対おるよ。言われたことないね、肋骨フェチの人ありがとうございます、ここにありがとう。なんか骨のなんか、うん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 、ちょっと華奢な感じ、うん、鎖骨肋骨、うん、鎖骨はまあなんかこのここって肋骨っていうの、あばら、あばらじゃない、肋骨あばら服を着ているページは見せて大丈夫なんだって。あ、見せていいんだ、うん、じゃあソラのペンライトカラー、そう、ペンライトカラーのところね、ここだ、これですね、私のペンライトカラーの、ペンライトカラー、ここ、これは指針です。そう、指針、ありがとうございます。いいね、めっちゃ綺麗ってか、いい ね、バブリーな、うん、私も見せたい、これ、これがいい。ああ、これ、それね、多分抽選にした気がする、ポストカード好き、きなり構成、いいね、うん、ここら辺は、まあ、唯一の水着、うん、あれ唯一な、意外と水着はそんなに、下着があれな、じゃあここ、うんうん、確かにね、水着はね、うん、やっぱね、うん、心もとない、どういうこと？下着ってこう支えるために生まれたものだから、うん、なんかね、ちゃんとしてるけど、え、どういうことだよな、なんでもない、え、どういうこと、何、もやもやしちゃうじゃん、心もとないってどういうこと、貝殻乗っとるで、これラムちゃん、ダッチャダッチャ、かわいいね、おお風呂、これ、うん、起きない、うん、何も、これ、そう、ニップレスのみ、え、言ったことある、それ言ったことある、大丈夫大丈夫、すごいね、ね、大変じゃん、ひなさんに言ったらめっちゃあわあわしとって、うん、してそう、そうだ、おきちゃんってね、この右のここにね、ほくろがあるんよね、うん、多分あんまり見えんたい、ここで見える、なんで知ったん、え、なんで知ったよね早着替えとか、なんで知ってるんでしょうね、早着替えとか、知りませんけど、知ってました、ね、本当に多分親ぐらいしか知らないものがここに載ってます。そんなことないでしょ親ぐらいしか知らん私も知っとったで、確かにね、びっくり、
ほくろ、ほくろ探し。そう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 。本当だ。あ、これか。あ、そうそう、それ先生。これか。見た？え、うん、このギリギリのライン。確かにね。半分隠れてますみたいな感じだね。これね、もう衣装さんがこのバスタオルに、ね、死ぬほど背中で絞ってくれて、ね、めっちゃ痛いぐらい、そう、締め付けられた。落ちそうやったの？いや、ねえ、見てよ。何？いいね。このシーンも見せたらいけんの。どうなんだろう、なんかバサリそうじゃない？服は、ギリ、服っていうか、布っていうか、タオルじゃん、だって。どうなんだろう。タオルのページは、これは、あ、怖いっすよね。ダメなんだ。ギリっすよね。これもダメなのかな？私、これ超大きい。あ、確かに。これは、なんか見てくださいってことだよね。あ、そうですね。どこか。バスタオルゾーンがちょっと見せれないんですけど、ここはめちゃくちゃ自分的にもこだわって、うんうんうん、お風呂とかもこういうお風呂がいいですって言って、どういうお風呂？あの昭和のなんか迷ったんよね、普通の温泉にするか、うんうんうん、あのタイ、なんていうの、タイル系？あ、そう、タイル系にするか、案を2つぐらい送ってタイル系になった。かわいい。この辺も感じいいですね。いや、いいですね。誰？いいですね。すごいね。確かに、本当に。恥ずかしい。やっぱ服着てるとちょっと安心する。あーね、ソロファーずっと親やそう言ってくれてますね。服着てると安心する。最後のカットの服も好きなのね。ベージュのワンピースの、ね、いいよ、マジで可愛いよね。ちゃんとインタビューに2人のこと書いてる気がするね。カットされてない？されてないと思う。まあ、なんで後で読んでみてください。すごい。あ、本当だ、書いてあるわ。そう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 、すごい。なーに、こんな感じでね、先週おかげさまで最重版が決まりましたということで、ちょっと試しにつけてみて。あ、確かにね。どういう、すごい、こんなことないもんね、普通。やべえ、させていただくの、開花していただくの。ね、なんか STU っては初めて、うんうん、これ、うん、あ、折る、折っていいんじゃない？折って、折って、どの辺で折ればいいんだ。もうそれの、これはこっちは白よな、このスカートに合わせんときこういう感じ。あ、そう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 、こういうの得意じゃない。大雑把じゃきっめっちゃ綺麗じゃん、そら。そうだよ、今日几帳面じゃな。これが私も多分向いてないかな。丁寧、ここで一回巻いて、あ、逆からすればよかったかも。あ、どんどん、あ、でもこうやってね、こうやってこうやってグン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 ってね、難しくない？こっち先につける。こっち先につけて、あの、合わせる。お、あ、折り目入っ出た。ちょっとあ、ずれた。あ、すごい、ね、それ合ったんじゃない？私はもうずれたよ。ずれたんかーい。ずれちゃった。
あにゃにゃ手で自力で合わせに行った、うん、じゃあ合わせがさ、なんかグンってなっちゃう。あ、まあ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 、まあ、確かに。え、なっちゃうね。そういうもんなんかな。そういうもんなんじゃない。じゃあ、ああ、いい感じ、いい感じできた。すごい。見えないかもだけど、すごい行数が2人とも長い、うん、考えてくれました。まあ、そういうもんなのかな。いい感じです。すごい、ありがとうございます。パンパカパン、パッ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 パカパン。わあ、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。記念館かなって。もうね、うん、伝えたい内容は、うん、もうあらかた以上なんですけど、うん、まあ皆さんね、ぜひこれ今日以外も購入できるんですかね。今日ね、今日だけなのか。配信内じゃない、配信中。今日オンリー、今日オンリー、確かに。オンナー、今日オンリーなのかな。これ今何分ぐらい配信したんだろう。ちょっとね、結構ノープランっていうか。27分。あ、30分か。うん、まあ、30分だ。結構ノープランで今配信してるから、もう割と終わった。確かに。そう、あらかたね、うんうん、やりたい方は全部終わっちゃったんですよ。点々点々。何時まで？確認中です。何時までやるんだっけ、これ。10時？10時、あと30分もある。あと30分、どうすへぇ、今日の配信中のみ。あらららら、じゃあ今日の配信中のみ、うんうん、このどこで見るんだっけ、カート、何かカートが。あ、わあ、すごいね。すごい、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。すごい、読みたいんだけど、私目が悪くて。あ、ね、これ近づけたら普通の方にも書いてんのかな。え、書いてんかな。書いてないか。いや、書いてんじゃない。瀬戸内ナンバさん、こぶちゃんセブンさん、コーディさん、アトシさん、バンダナ君、見える見える見える、アドウチさん、セディアさん、アーリーさん、ショウイチさん、ミロさん、ヨシフミさん、エルマールさん、ゆるキャラアルコールさん、ジウンさん、ナさん、コフイチさん、くちゃんまるさん。もう一回説明する。あ、途中から来た人いる。確かに。まず配信中ね、こちらのカートのボタンがあると思うんですけども、うん、こちらの、右側にあるカートを押していただくと、写真集がね、2冊セットで、特典1枚付き、抽選権利をゲットできます。今回はそのどっちが欲しいか選べないんですけど、抽選で当たった方はマイケルの帯コメント、ソロハの帯コメント、そして、サイン入りきなり構成が、当たることになっております。ということで30名の方に抽選で当たるようになっているんですけど、今日のみショールームで購入できるみたいなので、皆さんぜひぜひ、あと30分ぐらいかな、うん、配信この辺にあるよ。何が？このボタン。ああ、そういうこと。何があるんだろう今。何やると、そういうこと。この辺、まいちゃんのこの辺にある。この辺にある、この辺にあります。そうそう、その辺にある。そうそうそう、その辺にみんなこう急に念のことかと思った。大丈夫。ありがとうございます。ぜひぜひ。よいしょ。ふなふなし、ふなしさんからかな。ふなふなふなしさん、マイキューのアバターの方かな。あ、もっと前からじゃない。これから。あ、それか。ふなふなふなしさん、石高さん、うん、レリーさん、マッカさん、豊中のひろさん、ヤーノさん、うん、トメさん、マコチさん、うん、ドラゴンさん、うん、ミキュー兄貴さん、うん、
マクアラオンさん、うん、いつきちゃん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも久しぶりですね、同期がするの。久しぶりではないか。この前のあれやん、ちょうど EX 大衆さんの撮影ぶりでございます。そうだ、もう6月15日に発売されました。見てくれたかな。ドラさんが咲く頃ね。ねえ、すごいよ ね。私まだあれ見てないよね。あね、実物みたいな、ね、そうそうなんだ。EX 大衆さんでね、3人でインタビューを受けました。うん、うん、すごい。やばい、全然見え買ってくださった方いるよ。そう、ほんとほんと、ここあ、オフマンさん、オフマンさん、背番号4、待って、背番号48だ。いつきちゃん、いつきちゃん2回目、あれ違うかな。いずさん、おじゃるまるさん、あ、じゃおじゃまるさんゆういちにゃんさん、すごい。え、あ、なるほどね。2人がもし舞ちゃんとそらはが写真集撮るってなったら、うん、こうどうしたらいいのか、先輩としてなんかアドバイスありますか。あの大変だったところとか、これはちょっとなんかやってた方がいいよとか、心の準備とかなんかある。でも鍛えてたよね。うーん、あー確かに。ジム行ってなかった。ジム行った、今月やっと解約した。そんな報告されても解約したんかい、してしまった、そう、ジムは行ってましたね、うん、でもその人が見せたいものによるんで、なんかひなさんとか、うんうん、なんかあえてあんまりなんか痩せなかったって言ってた、なんか、そのプニプニのなんかマシュマロを見せたいみたいな、その人いるんじゃないかな。ソラハとかは、分からん、何がいいと思う。あ、じゃあゆうかちゃんプロデュースで、ソラハはもう水着とかさって泣いちゃうから確かに。え、でも逆にあの美少女コンテストみたいな、あのマントかぶってあのビキニとかは、あー、え、でもね、スク水ってこと、スク水ってか、え、でもね、美少女コンテストのね、なんかオーディション昔受け取ったことあって、うん、なんか水着審査みたいなのあって、うん、ちょ、水着着てウォーキングさせられたよ。絶対スタイルいい、絶対、昔だけど見たいもんそれ。水着、じゃあ水着以外にするね、もしするってなったら水着以外にするね。私らはそれが見たいけどさ、分からないよ、その確かに。ソラハのファンの方はもしかしたらその大人になったソラハの姿を見たいのかな、見たいかもしれないし。じゃあ舞ちゃんなんて何、どういうのがいいと思う。舞ちゃんはむず、難しいね、やっぱニーガールとかじゃない。あー、やっぱ印象はあるね。私ね、レオタードで撮りたいんよね。え、なんで、なんで、え、いや確かに。でも須田あかりさんとか写真集でレオタードを着て、なんか、うん、レオタード、いいじゃんなんかそのあんま詳しくないって言ったレオタードが確かに。調べてみる。うん、あれってバレエな感じ。あ、レオタードどういう、え、こういう黒のじゃなくてもっとキャミソールっぽいやつ。でもどっちもいいなと思う。あ、確かにね、まあ、毎日やってたしすごい、うん、結構こうだ、ね、もう肩のかな。あ、そうなんだ、確かにバレエいいかもしれない。アドバイスそんな大したもんはないんですけど、いやでもすごい、撮影したい場所ね。どこだろう。でも今だったら海外も行けるよね。あー、そっか、コロナじゃないから。一箇所ですか、どこでも。もうなんだろう、なんだろうね。でもユミリーさん実家でやっと撮影したよね。確かそれはすごいってなった。ウキちゃん島根だっけ、あ、鳥取、うん、島根と鳥取、島根と鳥取、うん、それなんでになった。なんかロケ地がそのレトロなところがいいって言ったら、あと意外もう瀬戸内縛りをちょっとなくしてみたい。あ、確かにね、そうそうそう、どこだろう。
でも地元はすごい撮りたい気持ちはめっちゃある、うんうん、うち姫路城姫路城姫路城え、そう、瀬戸内のおすすめのずっとね、もう5年連続ぐらい姫路城にしてる、うん、そうなんや私兵庫だし、うん、なんか姫路城でどうやって撮るの、え、わからん、どうやって撮るかわからん城結構大変じゃない城姫路城、うん、姫路城かな、市内持って撮る、うん、あー、いいね確かにね、剣道だ ね、 いいね確かに、袴とか着てね確かに、あるよね世界遺産で撮ろうかな、もし海外だったら、海外むずいね、分からん、私海が綺麗なとこ、でもどこもすごく素敵そうやけどね、私インドかも、大きいさ、うん、めちゃくちゃバスに人が乗ってるやつのなんか一員とかになってね、こうみんなゆうかちゃんを探せみたいな、そう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 、はみ出るぐらいの、あの、電車みたいな、うん、あるよね、見たことある、うん、それを撮りたいかもしれない、確かにね、まいちゃんは地元以外だったら、海外だったら、うん、海外なんかおしゃれな、うん、パリみたいな、あおしゃれな街並みパリみたいな、え、バレエで有名なのってどこの、ロシアかな、確かにな、でもいろいろあるかも、うん、剣道で有名なのは日本じゃない日本じゃないかな、剣道って外国もあるの、え、外国もある、チェスじゃない、チェスじゃな い、 これ、ない、え、でもね、世界大会みたいなのあるよ、フェッシング、あ、フェッシング、あ、そうなん、世界大会みたいなのあるんよ、でも日本でするでしょ、うん、日本とかが多いっぽいけど、え、日本じゃないんかな、日本だったらどこなんだろう、分からんね、国立競技場武道館、うん、しかも武道館、めっちゃいいじゃん、かっこいい、撮れたらめっちゃいいよね、うん、お願いします、誰にかっこいいじゃん、誰にって感じだけど、確かにね、うーん、じゃあタイトル私が考えてあげる、2人ともの、ね、確かに、うん、何、例えばまずまいちゃんからですね、あ、待って、今ソラハのがパッて考えていた、ね、何何、ドキドキする、ソラハの写真集のタイトルは、うん、あんただけやで、え、でもね、あのね、私関西弁で帯書いてほしかったんで、あ、そうそう、言われとった、2人ともに言われとったよ、関西弁で書いてって、あんただけやで、あんただけやで、なるほどね、関西弁、うんうんうん、いっぱい喋ってほしい、関西弁でね、インタビューも全部関西弁で、うん、確かにマイキュー難しいな、確かに難しそう、どういう系がいい、どういう系がいいやろう、インパクトのあるちょっとで、ちょっとでインパクト、バーン、悪いこと思いついてさ、なんか9は入れたい、あ、でも新しいね、新しいね、秘められし9みたいな、秘められし9ダサい9入れたいか、でも私あの写真集その秋元先生からいただいたそのタイトルの候補、うん、沖の島々とかだったよ、沖の夢とか、あ、最初沖に出るみたいなやつ、そうそうそう、ああ、みんなが考えてくださってるよ、すごい、え、9で、なん、え、選べたってこと？あ、そうそう、10個くらいから、うーん、なんでこれにしたん？なんか唯一4文字熟語だったんよね、へえ、有名記事、いいね、そう、それで3つくらい案出して、編集の方が、あ、決めかかった、何？いや、なんか謎の空気感で、はじめましてみたいな、もう6年目やね、そう、6年目、お、なんだなんだ、二人は見た時に正直に沖ちゃん抑えたなと思った、もっと過激なものだと思ってた、
でも結構脱ぐところまで脱ぎましたね。うん、結構でも結構却下されたあ、そうなんだ、うん、あ、そうなの。そう、自分が考えた衣装とかもほとんど却下された。うん、それ言えるやつ言え、うん、なんか下着とか、うん、私は結構ガーター系とか、うん、あああと金、何、ちょっとやめとこう。え、何何金みたいな、あ、ひも、うん、そうそうそう何金、金みたいなのをやりたいんだけど、それはなんかしてるところみたいな。金って金属これ、え、何、金って何、全然わからん。え、からなんだこりゃ。自分が STA の中で出せる最大限は出したって感じ。金粉、え、金粉のスターみんな金粉って書いてる。金粉、みんなが金粉って言ったらデザートじゃん。金箔、それ金箔、え、何だった、え、何、めっちゃ気になる。今マネージャーさんが高橋さん金色にしたかったってこと。まあまあそんな感じ。全身金になるの。そうそうそう。かな。すごいね。刺激が強めだったってこと？うん。なんかね、全部却下されてた。へえ。そう。まあなんかあれなんか。そういう雰囲気とか、うん、あるかもしれない。だからまあそれはもう STU を卒業した後に、うん、ね、できたらいいね。でもやりたいことは割ともうほとんど集まってるって感じ。うん、うん、まあでも温泉があるけん、うんうんうん、おきちゃん要素がすごいある。おきなのね。木の湯はね、うん、絶対なかったかも。そうそうそう、そんな感じですかね。でもね、なんかコンプラス攻めるみたいな、もうあれやこれやしちゃいますみたいな感じやったん最初。うん、一見さ、そこ開けた時服着とってびっくりした。はい、一発目からね。服着とるわ。これね、構成をね、うん、あのちゃんとやってもらってね。うん、物語性に、うんうんうん、なったの一応。うんうん、なんか一人の女の子がなんか好きな人と出会って恋をして、だから幸せな時間を過ごして、まあ、別れるみたいな。別れた。そうそう、で最初に別れカットから入ったよ。これは。なるほどね。別れ失恋カット。そう、失恋カットも。花投げるのが失恋の暗喩っていうか、でタイトル始まって、こっからあの最初の出会いのシーンに戻る。自分なりのなんか裏テーマみたいな、それをあのこれは自分がこういう風にしてって言ったわけじゃないんだけど、あの構成ですごいそうやってくださったっていう。実は完全に知らなくてもいい、いいぐらいのその裏テーマみたいな、すごいが一応あります。頭の片隅に入れてね、見たらまた違いそう。確かに全然違う。入れてもらえたら、うん、確かに最後に、そうそうそう、後半の方があの脱いでる。そう、だんだん大人になって。あ、なるほどね。なるほどね。すごいね。恥ずかしい。ソラハとかさ、なんか14歳から見てるけさ、なんか水着とかになったらなんか泣いちゃうよ。どっちかって言ったらショックの方が大きいかもしれない。マジ？親、あ、親の気持ちで見たいけどね。いや、いや、なんで？なんかいやって言っとるけんこそやってるし。ドレスだ。でもね、うん、あのもう結構もうソラハはファンの人に言っとるんやけど、そのダイエットして、うんうん、あの痩せちゃったから、うん、その分バイバイしたい。お別れしちゃったんよ。悲しくなっちゃったよ。あの体重としてはイエーイって感じだったんやけど、その水着を着れますかってなったら、イエーイ、着れる着れる、ダメですか。めっちゃ、しかもスタイルめっちゃいい。だからね、何もない。何もない。か
悲しくなっちゃったんです。そんなことないよ。そんなことないよ。いや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 。うん。なんか意外な話しすぎて面白かった。なになに？最後ページ。最終ページにインタビューもあるので、そこも注目です。あ、そう。写真集。最近なんかドラさんについて話すことが増えたっていうか、うん、写真集もそうだし、うんうん、PR 舞台のムック本とかでも結構あそう見せてもらったよ。あ、見た、うん、嬉しかったよ。とか、まあ、EX 大衆とかもそうだし、うん、なんかねえ確かに聞かれるんだけどね、うん、なんかソラハさんとはどんな関係ですかとか言われてさ、うん、でまあ、ソラハについては、ね、難なく話すんだけど、オキさんとはどうですかって言った瞬間にね、なんかねオキちゃんのけん、あの喧嘩エピソードしか出てこないもうね、うん、いつも毎回あの聞いてくる人がそれだそれでみたいな確かにね、そんなでも喧嘩してないけどねって感じせん、間に挟まれとってさ、うん、最近はね、うん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 、でも今日 LINE 既読無視してくれてた。いや既読無視してないよ。あーもうそういうのが始まる、そういうのが始まるやめて、未読無視、いいね、ちょっと確かにもう何回はたもう擦りすぎてるよね、ちょっとさすがに、うん、適当な彼氏です、うん、大人になりました、わお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 。でもあれなんかさ、もうやりたいよね、5周年のやつ。あーね、ドラさん、うん、だいぶ過ぎたけど、もうだいぶ過ぎちゃったけど、来年じゃない6周年で、偶数の時にやるみたいな。あー奇数、奇数ごとに4周年、3人だから大変ないよね、結構。あー、そうなんよ、確かにね。 2.5 期と一緒にやったらちょうどいいくん。えってこと、一緒にやるの人数的に一緒に7人で7人で7人で、新しいね。確かにね、鬼滅はね毎回 やれるしね、うん、やりたいって言っとったんだけど、うん、その時にちょうど6周年とかかぶったりして、そ、ね、それは無理やね、ちょっとバタバタして春が ねバタバタして春で、バタバタして春はね、春はね、うん、そういうことか、うん、そう流れちゃった、ちょっと、うんうん、まあ来年、うん、何かやりたいね。え、6年目か。今6年目やね。ドラさんがそう。ピョーイだね。びっくらぽんだよ。だって小学生が1年生から6年生になって卒業する年。え、やばくない？やばいね。ね。ピョーイ。すごいんだけど。あっという間やね。ここにありがとうございます。ありがとう。いっぱい飛んでる。あれそう。読まなくて大丈夫。確かに。どこら辺からだっけな。あれ消えとる？大丈夫？嘘、3個しかないよ、もう。ほんとやん。こっちで見れるかな、履歴が。あ、でも見れんわ。あ、そうなんや。イグゴぴょんぴょんさん、こうちゃんさん、みうらっちさん、ありがとうございます。あ、でもね、ちょっとだけ私のとこ見えるわ。あ、ほんとだ。50代独身さん、うっちゃんさん、せいしんさん、まっちゃん2号さん、にけさん、しんごさん、ずーさん、あ、読んだか、ありがとうございます。あ、一人来たか。すぎやんさん、うん、ありがとうございます。あー、ありがとうございます。な、読めてない方ね。なんか、いつもやらん機能だからすごい、うん、確かに ね、フライトしててびっくりする。めっちゃ背景おしゃれじゃない？うん、ショールームの限定お菓子、あ、和菓子のね、和菓子、うん、すごい。何、リンパマッサージしてたの？何でからか、なんかここめっちゃさ、コメントで顔マッサージみたいなめっちゃ来たからさ、どういうことって思ったら、あいちゃんがやった、リンパマッサージしてる。あ、もう、あと10分で終わるんだって。あららら、やばいじゃん。もうあと10分、どうすんねん。やっちゃったらね、もう。でももうそのマイケルたちの帯コメはもう今日だけなのでね。そうですよ、抽選券獲得できるの今日だけなので。もったいないね、今日だけっていうのもなかなか。ね、これです、死ぬんです。中村も見せとくわ、うんうん、中村もよろしく。じゃじゃーん、すごいね、ありがたい。欲しいもん、そっちバージョン。帯だけもらおうかな。うん、
うちも欲しいわ。え、もこれ持って帰れるんじゃない？これ持って帰って、帯素敵、うん、ありがたい、ありがとうございます。今日はわざわざお越しくださって。あ、うん、どうも私らに言ったんか、うん、うちらに、うちらに言ってくれたらしい。ありがたい、夜にね。いやいやいや、あ、まあでも買ってこう。違うか、サンピーラーさん、ありがとうございます。 Thank you。 サイレント、うん、まあでもまあドラさんで、ね、次こういうなんかがあるかわかんないけど、これからも頑張っていきます。バイバイ。来たか、あれあれ、もう表示されてない。あ、でもサイズさん言ってなかったか、うん、サイズさん、うん、ドラさん最高最高最高。ワイちゃんの真似しろ。大丈夫かな、もののけ姫のさ白いやつ、白いやつ、白いやつ、カラ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 。ユニバ行こうよ、3人で。え、行こう、案内する。え、10人、ユニバの10人、ユニバのユニバの10人、案内する案内する。ね、さすが年パス持ち。え、まだ年パス持ってる。あ、更新した。わお。どうも2年目です、中学生以来行ってないから。え、行こう、来た、いっぱい。なんかね、ユニバでね、何時から何時まで俺大体。え、あれだよ、開く前にちゃんと行くよ。え、違う、開く前っていうか大体30分前に開いちゃうの、開くの、うんうん、だから例えば9時オープンだったら8時半に開くから。なんで？え、それは、ね、もうユニバさん会場時間ってこと、うん、そう、なんか早めなんよね、いつもより。で、私はマジ道いる。だから8時半とか夜までいて、その体力がすごいんよ。嘘、うん、多分私は椅子がないと思う。途中で、あ、ちょっと待って。お昼から行ってもいいよ、お昼から夕方。楽しめない、楽しめない。朝から行かないと。え、だからまあ6時、5時ぐらいの。どうせ夜行バスとかで行こうとしよう。え、でも夜行バスでも行くけど、でも行ける行ける。無理よ。6時、5時ぐらいに集合していこう。体力的に。本当に最後なのに、あ、もう一回説明しない。そうですよ、お願いします。最後の、ね、はい、もう一回説明しますね。配信中にあの右側にあるカートボタンがあると思うんですけど、そちらの方でね、写真集の2冊セットが購入できます。でそちらを購入していただくと特典、1枚付き、抽選権利をゲットできます。特典は、中村舞ちゃん、信濃そらちゃんのオリジナル米お弁当を、帯米をそれぞれ10名の方、そしてサイン入りきなり構成っていうね、あの写真集のなんかサンプル画像みたいなのにサインしたやつをそれぞれ10名の方、計30名の方に抽選でプレゼントいたします。そのね、あの抽選付きの写真集はこの配信でしか買えないので、もうあと何分、本当に、うんうんうん、もうちょっと5分だ、あと5分で、はい、終了となってしまいますので、皆さんね、この機会にぜひぜひゲットしてください、はい、お願いします、はい、お願いします、お願いします。GO7 さん、ミッシーさん、ワールさん、トシさん、アサッチさん、マサヒロさん、クジノダイゴさん、ズギアンさん、ありがとうございます。もうなんか吐くことない。5分でございます。ドラさん体操はじめ。ダブルアップかな。D お、D
なんか やらな私はまずい。まあ、何する D。 また来た D。 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 3。 どこの体操になったの？ D。 3。はい、ありがとうございます。何の体操だったのか、どこ鍛えれた、どこ鍛えれた。指かな。ひろみつさんからか。ひろみつさん、おっさんずサムさん、おんださん、ありがとうございます。定期的初めましてみたいな。初めまして、初めまして、こんばんは。エリオさん、ジュンちゃん、ありがとうございます。そう、結構でも複数購入してくださった方もいらっしゃって、ね、ありがとうございます。確率がアップですね。ね、アップアップです。なんかズレが生じとか、そうだね。え、なんかいっぱいポンポンポン、そうなのかな、ずれてる気がする。うん、ラグがあるっぽい、もしかしたら遅いんじゃん。うん、そうなんですよ、多少のラグある。そう、ちょっとそれは若干の申し訳なさ。これ2度目の順番？1度目の順番？え、めっちゃじゃない？5回ぐらい？ 3回？嘘、ドラさんだからだよ。え、そうなん？たまたまじゃろ。すごいね。そうなんですよ、皆さんのおかげです。ファンの皆さんのおかげです。なんか発売前からじゃなかった？確かにね。そうそうそう、発売前重版して、うんうん、その後重版して、で今回、そうそうそう、すごい、サイ、うん、すごいね、サイ。一個くん、ありがとうございます。すごい、一個くん、すごいね。動物の森みたいじゃない、これ。うん、飛んでくるのね。飛んでくるの、すごいわ。そうなんですよ、誇らしいですね。マイキューとね、ソラハちゃんのファンの方のなんでそんな急にさ突き放すの、ソラハちゃん。ソラハのね、ソラハちゃん悲しいよ。癖が、昔の癖が、昔の癖、あの力を借りてね。いやいやいや、第4まで、うん、いけたらいいな。いや、すごいよ、思います。うん、え、あのお父さんとか見た？うん、見せた？うん、なんかやっとった？飲もう。え、でも、か、あの購入してくれた、そうな、うちの親とかも。やっぱ恥ずかしいじゃん、お父さんとか。えー、気になる。そう、うちのお父さんとマイキュー仲いいんか仲良くないんか分からん関係。あんま仲良くないかも。ねえ、何それ。なんか気まずい会話をしてるんですよ、よく。すごい、あんましてないかも。3年に1回ぐらい。すごい、2人だから。TKC さん、エリオさん、ありがとうございます。いや、もしかしたらショールームも見てるかも。嘘、パパ、あんま良くないとか言ってごめんなさい。コーヒー豆って名前がいたら、うちのお父さん、コーヒー豆さん、そう、似てるんよ、コーヒー豆に。どういうこと？美味しい。どんな感じの見た目って言われたら、コーヒー豆。うん、うん、あ、10時なっちゃった。お、うわ、うわ、良きところで締めよう。じゃあ、はい、ということでね、はい、今回は、写真集、うん、最重版決定配信ということで、うん、今日だけのね、あのオリジナル写真集が抽選の方に届くということで、うん、皆さんぜひ6月24日以降に発送なのでね、あの発送されてぜひ、あの当選されたか、抽選が届いてるか確かめてください。まあ、でも抽選届いてなくてもね、うん、私たちの、あの脳内に今日購入してくださったっていう事実がめっちゃ刻まれてるので、あ、追加でさらに、はい、あ、岩川田さん、コペンさん、うん、ありがとうございます。感謝感謝、ありがとうございます。ドラさんも ね6周年目に向かっていくんですけども、これからも頑張っていきたいと思います。 D、あ、これあの6周年、6周年のロックだと D こっちじゃん、 D こっちか、
あ、こっちか。ティースティーン。スクショタイムだこれ。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで10時になったので、うん、はい、配信を終わりたいと思います。で、壇上を読んで、壇上の時間ってちょっと気まずくない？そんなことないよ。あ、本当？じゃあ盛り上げてね。分かった。あ、ごめん。では、あ、いい画角ですね。では、あ、あわっこゆるくもありがとうございます。では、壇上を読みたいと思います。13位、13位タオさん、12位スギアンさん、11位50代独身さん、10位ゆるキャラルクさん、9位マッカさん、8位ジュンちゃん、7位ジェリーさん、6位アッチョさん、5位カズノリさん、4位ヤマちゃんさんでした。13位から今の皆さん、ありがとうございます。壊れた人間みたいな。そして3位白熊さん、2位よもつくさん、1位がこばちゃさんでした。ありがとうございます。お、りょう兄さんご購入ありがとうございます。ということでね、そんな感じで今日はね、素敵な、とても素敵なゲスト2人のね、あ、ちょっと前に前に写真集のね、あの、あー、やってくれた。はい、今日は素敵なゲストを二方に来てもらいましたが、どうでしたか、中村舞さん。え、そんな緩かったね。ね、なんか定期的に始めましてみたいな、ね、でもこれ今日初めて私も見たので、あ、ね、もうすごいいい、いい出来っていうか、なんかこんなことないもんね、うん、ないよ。だからだって秋元先生のポジションよ、ここ。やった、秋元舞です。突然な急に突然な、ありがとうございます。じゃあ木本そらはさん、なんかあっという間でしたね。しみりする。え、でもなんか、うん、たくさんの方にね、うん、よりさらに見てもらえるのかなって思う。そうですね、楽しみだな。2人の力も借りまして、いやいや、本日の配信はこれにて終了。一本締め。お、ピピピ、うん、よー。ピピピはノーピじゃん。え、通常の一本締めあんま分かってないかも。よー、パチンパチンか、うん、え、なんでノーピはピピピなの。3秒3本、あ、3本なんちゃらこんちゃらみたいな。じゃあ3本でいいんじゃない、ドラさんだし、うん、これ大丈夫、購入大丈夫。これね、ラグットンかな。あ、ラグットンだけ。タッシーさん、ありがとうございます、うん、ギリギリセーフ。ちょちょちょんで終わるってこと。うん、いいよ。あ、3本締めちょちょちょん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 123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 
123え2回繰り返す応援だみたいなを、ま、もうを3回繰り返す3往復するってことだって123123123123を3回えまあ、今やってみよう。せーの、